円山公園駅は、北海道札幌市中央区南一条西25丁目に、ある、札幌市営地下鉄東西線の駅である。駅番号は T、T06。円山公園の近くにあることから、二駅西隣の24県駅から、環状通直下を南北方向に進んできた、東西線は、東駅の西側でほぼ直角の急曲線により、 進路を東西方向に変え、伊藤はバスセンター前駅付近まで大通直下を走行するルートを取る。地下1階に改札口が地下2階に相対式2面2線のホームがある。改札口は両ホーム別に分かれているため、入場後に反対側のホームと行き来するためには線路の下をくぐるホーム間連絡通路を通る。改札口と円山バスターミナルとの間は、 約200メートル離れており、地下通路でつながっている。1から3番出入り口がバスターミナルに、4.5番出入り口が改札付近に、6番出入り口はバスターミナルまでの通路の途中に設けられている。エレベーターは各改札とホーム間にそれぞれ設置されており、地上へのエレベーターはバスターミナル内と6番出入り口にある。6番出入り口は 商業施設、丸山クラスと地下で直結しており、同施設の開業に伴い2009年3月に共用開始されたものである。札幌市交通局によると、2019年度の1日平均乗車人員は15,252人であった。他線との乗り換えがない駅では、南北線の麻生駅、東方線の福住駅に次いで3番が目に多い。 近年の1日平均乗車辞任の推移は以下の通りである。いわゆる札幌市中心部として呼ばれるエリアの生誕にあたり、宮の森や宮ヶ丘などの住宅地も近い。駅周辺は住宅を中心に中高層の建物が多い市街地であり、台通に面するところではオフィスや商店も多い。近年では分譲マンションの建設が盛んであり、特に2005年に、 住友不動産が分譲したシティタワー、炎山ンン神宮鳥居前は、町の新たなランドマークとなった。駅名の由来である炎山公園は、駅の西約300メートルにあるほか、北海道神宮や炎山動物園、炎山球場などの最寄り駅である。炎山バスターミナル駅から、炎山バスターミナルへの地下通路1976年6月10日に、共用開始。 二番出入り口直結の円山バスターミナルに発着。三番乗り場は校舎専用。2019年12月の平日1日あたり、スクールバス等の飛行時便を除く発着便数は431便。駅との地下通路に敷き詰められているタイルには、円山動物園をイメージして様々な動物が描かれている。2021年3月1日現在、 新千歳空港連絡バスは北都交通、沿山線番系業は札幌番系、その他は JR 北海道バス。路線詳細は事業者営業所記事を参照。この他、沿山交番付近に沿山第一鳥居停留所があり、札村線の JR 札幌駅方面、手稲区方面、小樽市方面の発着がある。ありがとうございます。